い、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日はあいにくのお天気となってしまったのですが、子どもたちはお部屋の中で鯉のぼり制作をして楽しく過ごしました。そして今日門のところに立っていると、帰りなんですけど、こうお帰りの放送の時に何組の誰々さんっていう風にお名前をして呼んでいたんですね。で、子供たちにも聞こえるように大きな声で言っていたら、こう外にいたお友達から、山口先生の声って綺麗で素敵ねって言われて、え、本当にって言ったら、本当だよ、だってお部屋で歌ってる時もホールで元気タイムで歌ってくれてる時もすごいいいお声って言ってくれたんです。それが私とっても嬉しくて、もう 何かあげようかなって思っちゃうぐらいすごい嬉しい気持ちになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は4月生まれのお友達のお誕生会がありました。とつぼみさんはちょっとまだ参加はできなかったんですが、それでも該当時のお子さんは舞台に上がって、年長さんは大きくなったら何になりたいか、年中さんは好きな遊び、そして年少さんとつぼみさんは好きな食べ物を発表することができました。途中恥ずかしくなってしまって小声になってしまったお子さんや、それから言えないっていうお子さんは私本日担当だったので一緒に言ったりして、そして進めていくことができました。またその後年中さんは遊具の使い方ということでお外に出ました。で、桑野先生と山口先生とこの乗り方は丸かな×かなとか言いながら子どもたちと確認をしていって、5分間というとても短い時間ではあったんですが、子どもたちのびのびと外で遊ぶことができました。明日は年少さんが遊具の使い方を一緒に学んでいくということなので、明日の帰りからは子どもたち全員がお外で遊べるのではないかと思います。それを楽しみに私も明日を迎えていきたいと思っています。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日年少さんではお外に出て遊具の使い方を学びました。私と盾の先生で福祉先生でいい例悪い例をしながら教えていきました。それで子どもたちもすぐに理解分かってくださったようで、ほとんど同じような悪い例をする子がいなくてよかったなって思いました。あと給食の時とかなんですけど、もう準備の仕方とかもう覚えてくれた子が多くて、はい、それでこれ持って行ってこれやってきてって言うと一人でもできる子がたくさんいて嬉しかったです。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は年少年中とも外から外で遊ぶことができました。みんな遊具の使い方を理解して仲良くみんなで楽しく遊ぶことができました。しかし外で今日は午後雨が降ってしまい外で遊ぶことができませんでしたが、中では友達と仲良く遊ぶことができました。月曜日からまたお外で遊べるとお天気が良くなってお外でたくさん遊べるといいなと思いました。これで今日のハッピーポイントを終わりにさせていただきます。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日は卒園生の集いがありました。残念ながら私は引率することができなかったんですが、引率された先生方のお話を聞くと、久しぶりに卒園生のみんなに会えて楽しかった、
ていうのと、あとすごく成長を感じられましたってお話を聞きました。私もいつか卒園生の集いの引率に行けるように、もうこれから友部幼稚園の先生として一生懸命頑張っていきたいなと思いました。幼稚園に残っていた先生方は、さまざまこれからいろんなものを使っていくんですけれども、それの準備をしていきました。敬老の日に使うお皿の、お皿を拭いたりとか、あと未就園児に配る運動会のアンパンマンの、招待状の試作品などもたくさん作りました。これから、どんな行事があるのかなってすごく楽しみなので、これからも一生懸命頑張っていこうと思いました。これで私のハッピーポイントを終わりにさせていただきます。ありがとうございました。